ちゃうだろうか。でも週に3回、うん、ちょっとここの間が特殊で、ちょっと実家に連れて帰ったんですね、この全然食べてない期間中。あ、そういうこと。それで環境が変わってちょっと全然時間になっちゃったんですけど、本来だったら5回ぐらい出るはずなんですね、まあ、そうですね。ただお家帰ってきてからはまあ通常通り、毎日とか、まあ、2日に1遍ぐらいは食べたり出したりしてるって感じ。この時はもう飽きても全然食べなかった、もう全然です。もう一切拒否って感じで、うんちとかも全然知らなくて初めて実家に連れてった。あ、そうなのか。おとなしかった。全然ごめんなさい。まあ、こういうところに来れば違うところに来るとね。口の中の色はどうですかね。なんか赤いように、ご飯とか食べるときは赤いように見えます。あと薬とか飲ませるときも見えてるんですけど、うん、あと尻尾とかも以前に比べて細くなってきましたし、あとよく、まあ、暴れるというか、こう出す動きは見えます。一応さ、毎日は食事あげてくださいね。はい、あげてます、ね。ただあげても食べないとかね。そうですね。顔を染めてしまう。了解です。今一瞬口パクって上げましたけど、舌も結構ちょっと赤いです。赤い。OK。ほんじゃあ、診察だけにしとこうか。OK。じゃあ一回さ、薬なしで。あ、わかりました。これ3週間出てるんだから、最初に。ちょうど今日までだよね。そうですね。じゃあ今日まで飲ませてもらって、はい、それで薬止めてください。で止めて観察は引き続きつけてください。はい、で、コピーは取れたら取ってください。取れなかったらまあ待ってますからね。じゃあムータちゃんじゃで1週間か2週間かご都合のいい時に1回にしてください。観察用意したところ。わかります。で、まあ一応アクシデントがあった時は65で、でまあ68、今日69って感じだから、そう週に5回とか6回とかね、うち出た方がいいから、やっと1歳ですもんね、この子。そうですね、ちょうど推定で、それで体重がちょっともうちょっと増えて尻尾もちょっと下してきたら、まあ、この見てるとどっちにし毎日やっても食べないからさ、2日に1回とか3日に1回で、でもやっぱり週に2、3回やっていいと思いますよね。でもっと太らせてください。とあと1分だけ、30秒か1分だけ行く、はい、できる時、できる時になるべくやらないようにしてます。はい、じゃあいいですよ。ありがとうございます。はい、ミカちゃん、帰るよ。やっぱこのケースに入ると安心するの。この後結構動いてましたもんね。おとなしくなります。はい、じゃあすいません。はい、ありがとうございました。